水野のウェーブライダー27。大きくはヒールカウンターをですねちょっと見直して、今回フィット感最高っす。アッパーのフィット感はもう断然27です。皆さんこんにちは、ラントリップ代表の森です。今回もシューズアドバイザー藤原さんと一緒にお送りしていきます。よろしくお願いします。ということで今回ご紹介いただくシューズはこちらです。水野のウェーブライダー27ということで、まあ水野といえばウェーブライダーというところあると思いますが、やっぱりこう定番がね、はい、27代目、こちらも、もうかなり長いですよ。1998年ですか、最初のスタートね。アメリカの、アメリカの戦略商品、北米戦略商品で、はいはい、体の大きい人向けて発売したモデルが、はい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 、今や世界中で愛されて、日本人も愛するモデルになってるんですけど、今回はソールユニットは基本的に同じなんですけ ど、 なるほど、アッパーをですね、軽量な、軽量フィット感のいいアッパーにしてます。で、すごいフィット感が良くてですね、ちょっと軽すぎるのかなって思うぐらい軽く感じるんですけど、重量見たらね、ちゃんとしっかりした重量があって、そうですね、280g というふうに、はい、今回も水のウェーブの定番のね、はい、樹脂プレート入ってますし、クッションとリターンが多いですね。水のエナジーもついてて、まあフィット感がいいからなんですかね、軽く感じるんですね。感じるんですね。じゃあ280よりは全然体感軽いって感じ。もう本当もういわゆるドゥイットオールで、少しちょっとしたテンポアップも、はい、流しなんか全然いい感じでできますし、で今回も12ミリドロップという、はい、もう本当一周回ってもう斬新になっている、逆に新しくなってきているという、はい、かかとの厚みと前の差があるんですけど、しっかり傾斜がついてますね、はい、まあ、前足部がやっぱりだから薄く感じるので、そういうふうに思うのかもしれないですね。なるほどなるほど、すごくなんですか、切り出しもスムーズにいく感じですよね。でこれは26代目なんですけど、はい、大きくはヒールカウンターをですねちょっと見直して、こう中にカウンターが入ってるんですよね、足がかかとの骨を守るために硬くなってるんですけど、このカウンターがですね少し短くなりまして、この何ですか、はい、この周回が短くなってるで、ね、でこういう風にレースアップしてシームを締めた時に、このかかとがもっと締まりやすくなってる。こっちはね全然締まりにくい感じ。そうなんですよ。ってこともあって、あの前回アッパーがもう少しこうなんつうんですよね、こう僕のサイズもちょっとこう余っちゃう感じがあったんですけど、今回フィット感最高っす。すごい締まる、なるほど、足がねこうポーンと入る感じで引っかかりも良くて、フィットガンすごくこの甲回り良くなっています。この U の字がちょっと短くなっているってことですね。そうなんですよ、そう。それによってこうかかとのぐらつきとか生まれたりしないんですか。それがですね、水野はですね、このまあカウンター結構しっかりもともとしてたので、今触ってもそうですけど、もともとしっかりとしたカウントが入ってるので、これはこれでしっかりしてます、ね、そうですね、ちょっとこう短くしてってことですね。前回はねこのプレートを前に揺らして少しクッションを良くしたんですけど、それも健在ですけ ど、 ど感覚ですけど、こちらの26代目の時には、クッション性の方をメインに感じたんですよね、この樹脂プレートが前にってことで、今回ねなんかかかと周りがすごい安定する感じ、なんかちょっと前のこの25とか4の時のプレートが効いてる感じにもなんか戻った感じがしますけどね。このプレート自体はこの26代目から、ね、結構前に行ってるんですよ、ちょっとクッション性を感じるように、どうしても樹脂プレート硬くなっちゃうんで、そうですよね、前に行ってたんですけど、なんか安定感を感じます。で今回アッパーの部分は、ほとんどリサイクル素材、表側裏の内側のね素材とか、あと、インソールインナーソールの、表面部分とか、リサイクル素材を使ってまして、ふんだんに。であとこの水野といえばのプレート、波状のプレートで、ウェーブのプレートですね、波状のプレートも植物由来の、あ、そうなんですね、プラスチックを使ってます。ちょっとしなりも出るんですけど、なるほど。でデザインもですね、こだわってまして、これなんかすごくだんだんデザインもね、水野さんもすごく良、くなってきてて、今回は波をイメージした、PU のプリントがついてますけど、ちょっとフィット感とかを邪魔しないようにしぶきがこうあって、でもこれも補強なんですよ、一応PU の補強なので、なるほど、そういったところもアッパーの素材と連携してる感じですね。これはデザインも兼ねてますけど、そうですそうです、補強になってるっていうことですね。補強にしてます。だから適材適所で厚くしたりしぶきにしたりしてる感じです。考えてるな。そうですね、27代目非常にこういいアップデートをしていまして、26代目もね、ソールユニットと同じなんで、お得ですけど、そうですよね、アッパーのフィット感はもう断然27です。あ、そうですか。はい。なんで今ね、もう真夏の暑いじゃないですか、通気性もこちらの方がちょっといいので、なるほどなるほど、今のタイミング買うんであれば新しい方をぜひ買ってもらいたいなっていうのも、
大森さん値段が14,850円ということで、ね、もうだから安く感じちゃいますよね。新しい方でいいのかなと思いますけどね。そうですね、ちょっとお値段がねそんなんでいいんですかぐらい安いんですから、これはもう安いって言っちゃっていいでしょうね。そうですね、もう安いって感じ。部活生シューズと同じぐらいの値段ですからね。そうか、すごくあのお値段的にもメリットあり、この夏もそうですね、地球沸騰時代に入りましたので通気性のいい素材っていうのはマストだと思いますので、耐久性もありそうな感じがしますね。そうですね、引き続き、はい、あのアウトソールもしっかりついた、はい、まあまあデイリートレーナーなので屈曲もある程度しなる程度でしっかりしてきますし、はい、プレートが効いてるってことで、これあの逆にそうですね、おすすめランナーの人として、はい、よくあんまりあのプロレートって内側に倒れる人の説明はよくしてると思うんですけど、はいはいはい、こちらはね、うん、あのプレートが横にも行っているんですよ、うんうんうん、ですから割と大脚気味の人に神的なシューズになります。外側に倒れる感じですね。外側にあのこう行きやすい人の外側をフォローしていく感じがあって、なるほど、大脚気味の方すごくこれ、うん、いいです。あの僕自分であのシューズのコンサルしてる時にこう大脚の人を見ると、はい、ライダーはとてもいい。ああそうですか、なるほど、はい、もちろん結構お悩みがある方いらっしゃるんですかね。まあその青客気味の方はもうまず1回は履いてほしいです、ね、なるほど、うん、ということでね、はいはい、ぜひ足を通していただければと思います、はいはいはい、今回ご紹介いただいたのは、はい、水野ウェーブライダー27でした。藤原さんありがとうございます、はい、この動画面白いと思っていただけた方です、はい、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。シューズの詳細は概要欄にも貼ってますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。コメントもお待ちします。ではまた次回の動画でお会いしましょう、はい、さよなら。